はい、アカシクサーチシンです、サブスクの方でいただきましたリクエストです。熊本県で1948年12月29日に起こった免田事件の犯人とされた免田栄さんは冤罪ですか、ということでございます。この事件は非常に有名な事件だと思いますが、獄中30年間投獄されて、後に冤罪が確定をしているという事件。20代前半で捕まって50代の57歳までだ、投獄されて、まあ約30数年間になるということで、無罪が確定したということで釈放されて、95歳で亡くなられたという、結構長生きされましたね。この事件は、死刑確定してから冤罪ということで無実となった初の事件ということで、まだ冤罪という言葉も浸透していないでしょうし、亡くなられるまで釈放されてから熊本には帰らなかった。帰っても、まあ、実際はわからないんですけども、実は犯人じゃないかと思われ続けるということを懸念して、まあ実際そういう声もあったようで、今ならばやり直し裁判で無実となればほぼ大丈夫ですけども、まあ当時ですから、まあ冤罪ということがあまり一般的ではない時代でしょうし、釈放後も苦しかった。のだろうなというのは想像できますね。ということで、冤罪ですかということですけども、まあ、はい、まあ当然、イエスですね。冤罪でございました。普通に反応いたします。それでですね、免田栄さん、姓名判断やってみたいと思うんですが、まあ、姓名判断というのは、吉凶が、まあ、あるんですが、あの吉凶っていうのがですね、まあ実は時代によって吉になったり凶になったりする。平和な時代は吉なんだけど、戦国乱世の時代になると凶になるとかですね、まあ逆もしかりでして、一概に吉凶を出すものではないんですが、まあそれでも一応吉凶というのは付けられていて、まあ、画数ですね。凶だと言われたりとかですね、するわけなんですが、面はですね、1,2,3,4,5,6,8,8、田んぼの田は1,2,3,4,5,5で、栄さんがですね、まあ、流派があって姓名判断には、普通に画数数える。普通に数えると栄は1,2,3,4,5,6,7,8,9で、9となりますね。もう一個ですね、まあ、旧字体とはちょっと違うんですけども、熊崎健吾という人の流派ですね。まあ、現在、画数の数え方は、まあ、半々じゃないでしょうか。後期辞典という辞典があって、それに記載されている画数で見る流派が、まあ、だいたい 50% ぐらいだと思いますね。費用、これだと14になって、まあ、そうすると、8、5、14というふうになるわけですね。で、ここが天角で13。まあ、この天角は吉凶あまり関係ないですね。で、ここ人格、四角とも言います。14。で、これ9ですね。はい。名前9ですね。で外角8。外角はですね、ここに仮1作るんですね。ここを仮1にして10とする人もたまにいますけど、まあ、あまりこの名前の部分に仮位置を足して、ここを10とするのは、ちょっといまいちかなと思います。で、まあ、外角は9、増角は22ですね。13、19、14ですね。で、増角は27。で、外角は同じく9という。まあ、これ一般的な姓名判断の出し方ですが、まあ、なかなかひどい。まあ、名字はいいんですけど、これはまあまあ関係ないとして、全部大凶ですね。大凶。まあ、27が小凶かな。というですね。まあ、基本的に吉数が一個もないという、めったに見ない名前ですね。もう不運の塊としか言いようがない。必ずその画数が影響するとは限らないんですが、まあ数例と言いますけども、現代は名前からその数例が影響してくる
もちろん誕生日の数例もあったりですね、しますが、名前の画数による数例、今の時代、我々は影響を受けるんですけども、一個も基地数がないという、まあ、悲惨としか言いようがない感じがしております。非常にこの14という要素がちょっと強く出てるような人生ですね。どこから見ても基地数がないという、ちょっとかわいそうな感じがする。これが影響しているとは思われますね。まあ、どの数字がどの時代に、この逮捕された時にどの数例が強く作用したかというのは、まあ、ちょっと置いといて、どれが出てきてもまずいっていう感じでございます。29日まではいいんですけどね。はい。まあ、なんとも残念な感じですね。で、サブスクの方で現在、メンダさん、どのような気持ちで過ごされているかといったところをちょっとサーチしてみて、動画にしてみたいと思います。はい、以上です。それではまた次の動画で。